はい、今回2024年8月中旬時点のホンダ最新納期新型車の情報、リコール情報ですね、判明したんで、新型車の情報としてですね、2車種の新型車の情報が入ってきて、その最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、リコールは直近で6月14日ですね、NBOX と25車種のリコールが発生。もう何回も紹介してるんで簡単にですね、燃料装置、電装品のですね、燃料ポンプの不具合となっていて、対象生産期間が平成29年7月から令和2年9月まで、ほとんどが仙台ですね。まあ周囲出さなかった場合、最悪走行中エンストに至る恐れがあって、修復内容の方は低圧燃料ポンプを対策品と交換ですね。で、本題関数最新ニュースとして、8月1日にですね、日産と新たに EV 車の分野で SDV プラットフォームですね、共同研究契約を締結したことを発表して、で、日産とだけなくて三菱自動車ともですね、協業することを同一に発表して、で、さらに8月1日に2車種のですね、新型車の発表があって、まずはシビックですね、マイナーチェンジの先行公開。やはり RS の追加だけなくてですね、標準車の方もマイナーチェンジすることが判明して、まあマイナーチェンジなんでデザインが一新してですね、あと装備編成とかがあって、また別動画の方で紹介予定ですね。で、あとは現行新型フィットが一部改良ですね、発表。発売自体は9月5日ですね。今まで一部オプション扱いだったのが標準装備化になってですね、オートディトラミラー、前席オートパーウィンドウ、助手席シートバックポケット、ラケチルームランプがですね、全グレード標準装備化。で、各グレードにですね、一部オプション設定だったのが標準装備化となったり、全グレード紹介するのはちょっと時間かかるんで、また別動画の方ですね、紹介して、で、8月7日にスズキとホンダがですね、原付バイクを生産終了することが判明して、50cc 以下の原付バイク、国内向けですね、生産終了する理由として、排気ガス規制の強化に伴い、新たな投資をしても、採算が取れないと判断したためってことですね。出荷台数がピーク時の約 3% に落ちていて、ピーク時が1982年もなんで40年以上前ですね。年間で278万台売れてたのが、去年だとですね、年間で9万2000台とピーク時の 3% まで減少していて、で、同時期にホンダがカーシェアサービスエブリィゴーですね、コンパクトミーバンの新型フィードを順次導入することを発表して、8月5日からですね、新型フィードを取り扱いすることを発表して、まあ各店舗ってわけではないんですけどね、各配置場所っていうわけではないんですけどね、まあ順次導入するっていうことで、まあ何回か利用した時ありますけどね、前の利用者がまあきちんと掃除してない時もですね、結構あったり、あと食べかすとか飲み物ですね、コーヒー缶とか相馬にしていたりと、店の人とかもチェックしないんですかね。で、あとは CRV EFCV ですね、最近発売の発表があったり、最近ライバル車スズキスペーシアギアのですね、フルモデルチェンジの発表があって、まあ同じスーパーハイトワゴンのライバル車 NBOX ですね、秋あたりにアウトドア向けの新グレードを追加するという話があってですね、タントファンクロス、デイカミニ、スペーシアギアですね、あたりがライバー車となっていて、では続きまして、8月中旬時点のホンダの最新納期。はい、では8月中旬時点のホンダの最新納期で、シビックオーダーストップになってきているみたいですけどね、まあ、オーダーかける店舗の場合 1.5 リッターガソリン車、ガソリンターボが2ヶ月で、2リッター EHEV が1ヶ月か2ヶ月で、
タイプ R ですね。まだオーダーストップがついていて、でアコードは若干納期の方が早まってるみたいで、仕様開発でオデッセイグレードによってはですね、在庫車 1,2 ヶ月っていう話もあって、まあ、基本的には5ヶ月ですね、納期がかかって、ステップワゴン、ステップワゴンがですね、先月は大会一部タイプカラーが選択不可になって、間もなくですね改良する可能性もできて、現行登場して改良って確かしないですよね。2年近く経過してきて、 1.5 リッターガソリン、2リッター EHV ともに2ヶ月で、新型フリード、最近クロスターとかですね、納期の方短縮してきたみたいで、ガソリン車が3ヶ月から7ヶ月で、 EHV が3ヶ月から12ヶ月ですね、最長で1年前後かかってくるみたいで、で一番納期がかかるエア EX ガソリン車で9ヶ月前後、ハビットですね、 EHV で1年前後納期がかかってるみたいで、まあそのエア EX 以外ですね、エアとかクロスターの方は納期の方が短縮傾向みたいで、6名乗車や7名乗車の方がですね納期早くて、クロスター5名乗車6名乗車あまり納期は変わらないみたいですね。あと駆動方式の納期差もそんなにないみたいで、 ZRV が 1.5 リッターガソリン車が3ヶ月か5ヶ月で、2リッター EHV がですね使用開発で、ベゼル 1.5 リッターガソリン車が2ヶ月4駆専用車ですね、で EHV の方が2、3ヶ月で、WRB もですね、一等許可と考えた納期の方は短縮傾向で、 1.5 リッターガソリン車、肉専用車で使用開発で、フィット 1.5 リッターガソリン車が1ヶ月か2ヶ月で、 EHEV ですね同じ1ヶ月か2ヶ月の納期となっていて、で N シリーズ軽動車が N1、N ワゴン、N ボックス、N バン、基本的には1ヶ月か2ヶ月の納期で、まあボディカラーとか駆動方式とかですね、グレードオプションによって納期差は、まあそれでも1ヶ月ぐらいしかですね納期差がなくて、一時は N ボックスと N バンだったですね、3、4ヶ月納期がかかってた時期あったんですけどね、まあ最近 N1、N ワゴンとともにですね納期差がなくなってきて、一部タイプカラーによっては1ヶ月ですねの納期となっていて、だ全体的に納期の方はですね短縮傾向で、新型フリードに関しては店舗によってはですね1ヶ月か2ヶ月ぐらい納期の方は短縮したっていう情報もあって、はい、今回2024年8月中旬時点のホンダの最新納期、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。